ホップキンス郡はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は35,161人であり、2000年の31,960人から10.0%増加した。郡庁所在地はサルファースプリングス市であり、同郡で人口最大の都市でもある。 ホプキンス軍は1846年に設立され、軍名は初期開拓者だったデイビッド・ホプキンスの家族にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は793平方マイルであり、このうち陸地782平方マイル、水域は11平方マイルで、水域率は1.31%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ホプキンス軍はかつてテキサス州の落農の首都と呼ばれていた。1990年代後半に落農業は衰退したが、まだ多くの落農家が残っている。サウスウェスト落農博物館がサルファースプリングス市にある。ホプキンス軍退役兵事務管理官はアメリカ海軍を退役したジョーリード・スコットである。 その事務所は、サルファースプリングス市ジェファーソン通り 128A の、軍庁舎別館にあり、月曜から、金曜の9時から17時まで開いている。2010年時点で、軍内に2612人の退役兵がおり、アメリカ合衆国退役兵省から毎年1172万2000ドルを受け取っている。ホップキンス軍は、ダラス、ホートワースメディア市場に入っている。 テレビ局9局が視聴でき、他にもロングビュー、ジャクソンビルメディア市場の放送も視聴できる。サルファースプリングス市では、ケーブルテレビ3局も放映を行っている。ありがとうございます。